はい、皆さんどうもこんにちは、ロワイトです。今回はプログラミングの学習に挫折してしまう原因3つというテーマでお届けします。まあ、あくまで僕が考える原因というね、枕言葉がつきますが、まあ、どなたかのちょっとした参考にでもなれれば嬉しいなと思います。それでは今回もよろしくお願いします。はい、というわけで冒頭でもお伝えした通り、今回の動画のテーマはこちらです。プログラミングの学習に挫折してしまう原因3つ。これからプログラミングを学んでみたいと考えている方、どんどん増えているんじゃないかなと思いますが、学んでも挫折してしまって身にならなかったらもったいないですよね。挫折してしまわないためにも、まずはなぜ挫折してしまうのか、その原因を知ることが大切だと思います。というわけで早速行ってみましょう。挫折してしまう原因その1はこちらです。プログラミングを学ぶ理由や目標が曖昧だから。例えば、なんとなく将来的に役に立ちそうだからとか、今後必要となりそうなスキルだからとかですね。こういった曖昧な理由だと挫折してしまいやすいです。こういった理由はですね、一見ちゃんとした理由に思えるかもしれませんが、具体的か曖昧かって考えると極めて曖昧だと思います。目標や理由が曖昧だとなぜ挫折してしまうかというと、曖昧な目標に対して長期的にモチベーションを保つのは大変だからです。これはプログラミングだけに言えることではなくて、まあ、いろんなことに言えるんじゃないかなと思います。例えば外国語を学ぶことに関しても同じです。30年以上低迷する日本経済なんかね、見限って、もう海外に出て海外で暮らしていきたいみたいなね、強い理由、目標がしっかりあれば、外国語を学ぶということに対しても真剣になりますよね。長期的にモチベーションを保ちやすいと言えると思います。一方で、まあ、ちょっと就職や転職に有利になりそうだからとかですね、そういったふわーっとした曖昧な理由だと、まあ、なかなかね、外国語を学ぶモチベーションを保ち続けるのは難しいのではないでしょうか。ということですね、プログラミングにも同じことが言えるということです。まあ、なのでですね、対策としては目標を明確にすることが大切です。プログラミングを学んで何がしたいのか、どうなりたいのかっていう部分をですね、はっきりさせておくと、まあ、ちょっとやそっとのことでは挫折しづらくなるのではないかなと思います。ただ目標を明確にすればそれでいいのかというと、まあ、そういうわけでもなくてですね、目標の立て方にもよりますっていうのがその次です。プログラミングの学習に挫折してしまう原因その2はこちら、目標が高すぎる、非現実的である。まあ、例えばですけど、未経験からね、 Google の IT エンジニアになりたいぜとかいきなりものすごい、誰もがびっくりするようなアプリを作りたいとかですね、こういう目標を立てるのが悪いとは言いませんが、まあ、いきなりね、こんな高すぎる目標を立ててもうまくいかないことが多いと思います。達成困難な目標に向かって努力し続けると誰もが疲れてしまうと思います。というわけで、目標はね、明確であれば何でもいいというわけではなく、対策ですが、程よいレベルにね、目標を設定するということも大切です。まあ、最終目標は高くても構わないと思うんですが、まあ、それに向かって一直線に進んでいくのではなくて、まあ、目標をね、いくつかに分解して、達成可能なレベルまで分解して設定していくといいのではないかなと思います。まあ、例えば最終目標はね、IT 系の大企業、もう誰もが知っている有名企業のね、エンジニアになる、転職するということが最終目標だとするならば、まあ、まずはですね、まあ、中小企業の IT エンジニアとして採用されて、そこで経験を積むとかね、まあ、そういった目標も立てておいて、まあ、頑張れば届きそうだなというね、ところを目指しながらプログラミングを学習していくと、まあ、挫折せずに続けられる、続けやすいかなと思います。で、目標に関してですね、一つ注意点があります。言われなくてもこんな高い目標立てねえよと思うかもしれませんが、実はですね、無意識的に高すぎる目標を立ててしまうということもあり得ます。例えば SNS で IT エンジニアがこんなシステム作りました、こんなアプリ作りましたって、なんかね、つぶやいたり投稿してますよね。
て、それを見て、おお、これいいじゃん、これを作れるぐらいのレベルをまず目指してみようってね、考えてしまうこともあるかと思います。でもですね、一見簡単に作れそうなね、シンプルなアプリに見えても、実はね、裏側でいろんなこうデータをやり取りしていたり、すごい高度なね、セキュリティ対策をしていたりすることもあって、もう見た目以上に作るのが難しいシステムとかアプリってたくさんあるんですよ。なので SNS とかでそういうのを見たからといってね、それを目標にしてしまうと、まあ高すぎる目標結果的に立ててしまうということになるので、まあちょっとそこら辺はね、注意が必要かなと思います。まあ、個人的にはですけど、まあ、SNS でつながりすぎない、情報を仕入れすぎないっていうのもね、大切かなと思います。なんか駆け出しなんたらかんたらとつながりたいみたいなね、ハッシュタグよく見かけますし、学習仲間を作るっていうのはすごく効果があるとは思うんですが、まあ、つながりすぎてね、なんか余計なストレスを抱えてしまっても、それはそれで、まあ、意味がないっていうかね、まあ、邪魔っていうと言葉は悪いかもしれないですけど、まああえて悪い言葉を使うと邪魔になりかねない部分もあるので、まあそれをしっかり踏まえた上で SNS を活用するといいのではないかなと思います。では、次、原因その3に目を向けてみましょう。原因3はこちらです。早く、そして確実に結果を得たいと考えてしまうと、これもですね、挫折につながってしまいます。例えば、一作目のアプリでね、大きな収益を得たいと考えてしまったり、あるいは短期間、1ヶ月とか2ヶ月、3ヶ月とかね、それくらいの期間でスキルを身につけて、転職を成功させたいとかですね、このようにですね、結果を焦ると良くないかなと個人的には思います。っていうのも、短期間で結果を求めるとどうしてもね、人って焦りが出てしまいますよね。で、焦りが出てしまうと学習を続けることが苦痛になってしまいます、ね、今まで目標は明確にしましょう、で、高すぎず適度な目標レベルにしましょうって言いましたけど、まあ、その2つを意識していても、じゃあその目標を1ヶ月で達成しようというふうに考えてしまうと、それも良くないということですね。まあ、なのでですね、対策になりますが、長期戦をね、楽しむ覚悟で、プログラミングの学習に励むと良いかなと思います。プログラミングのスキルを身につけるのってね、本当簡単にはいかないです。もう楽な道はないと思った方がいいと思います。まあ、いくらね、チャット GPT とか AI の力を活用したとしても、それでもね、結構時間がかかるということを、覚悟しておいて、まあ、ゆっくりね、楽しみながら、学習をしていくのがいいかなと個人的には思います。まあ、それに加えてですね、求める結果がなかなか得られなかったとしても、学んだことが無駄になるということはまあないので、まあ、そういった意味でもですね、長い目で未来を見据えて、プログラミングの学習をずっと続けていくというのが大事なのではないかなと思います。例えば IT エンジニアにね、転職することを目標にプログラミングの学習を続けてきたけれど、結局まあ、経理とか営業とか違う仕事に就くことになってしまったとしてもですね、プログラミングのスキルって役立てると思うんですよ。今の時代、どんな会社のどんな仕事であっても、何らかのシステムをね、扱うということが業務に含まれていると思います。例えば経理であれば、お金のね、金額を入力して、まあ、経営に関する資料を作成したりしますよね。まあ、僕は経理に全然詳しくないのでよくわからないですが、まあ、そういうイメージがあると思います。で、営業であればね、例えば取引先の情報を入力して管理したりとかね、そういったシステムを使う機会って絶対あると思います。そこでプログラミングのスキルがあれば、まあ、そういったシステムをスムーズに扱えると思いますし、システムや使い方を改善したりね、もっとこうするといいんじゃないですかって提案したりすることもできるかもしれないですよね。まあ、そういった意味でもですね、まあ、必ずしも求める結果が得られなかったからといって帰還することはないと思います。入りたい会社に入れなかったとか、なりたい職種になれなかったとしても、プログラミングの学習をね、ずっと長期戦でね、続けていれば、いつかね、そういった部署に移動することができるようになったり、転職を成功させることができたりするかもしれないですからね。まあ、なので、繰り返しになりますが、プログラミングを学習するのであれば、もう長期戦をね、最初から覚悟して、長期戦を楽しむようにするといいのではないかなと思います。これまでプログラミングの学習に挫折してしまう原因とその対策について考えてきましたが、最後にちょっとおまけ的な話をしようと思います。
おまけですっていうのはこちらです。プログラミングっていうのは趣味にもできますよっていうのをね最後にお伝えして終わろうと思います。プログラミングを学ぶ目的ってまあ人それぞれだとは思いますが、大体ですね転職したいとか副業にしたいとか、まあ、要するにお金を得る収入を増やすっていう部分が目的であることがほとんどではないかなと思います。まあ、それはそれでね全然いいと思うんですが、まあ、ただ一つ問題なのはプログラミングスキルを磨いてそれをねお金に変える、お金を得られるほどのスキルを身につけるってすごく大変だと思うんです。なのでぶっちゃけプログラミングでお金を得ようと考える時点でもう結構ね挫折の要素はあるというか挫折する可能性確率をゼロにはできないと思います。まあ、そんな時にまあちょっと発想を変えてみてはどうですかという意味で、こちらご紹介しています。プログラミングっていうのはお金を稼ぐだけのものではなくて趣味にもね、できるんですよということですね。プログラミングの学習をねある程度続けられる人っていうのは多かれ少なかれプログラミングのことが好きだったりプログラミングに対して興味を持つことができる人だと思うんですよね。で、好きとか興味を持てるっていうことはイコール立派な趣味になるということだと思うんです。まあ、なのでですねプログラミングを学んでて副業にできそうにも ないし、まあ、年齢とかいろいろあって転職もできそうにない、どうしようってなったとしても、まあ、それはそれでね趣味にしちゃうというのも素敵なのではないかなと思います。まあ、人生でね熱中できる何かを見つけられるって、まあ、それだけで素敵だと思いますし、自分の好きなようにね、やりたいように作りたいアプリを作るっていうのもすごく楽しいので、副業とか転職につなげられなかったとしても楽しみながら続けるっていうのも全然ありじゃないかなと思います。趣味としてね作ったアプリが、まあ、誰かの役に立ったりするっていうことも全然あると思いますし、まあ、そうなればですね少しずつでもお金になっていく可能性もあるということで、挫折しちゃったらどうしようってね、怖くなった時はですね、まあ、その時はその時で趣味にしちゃえみたいな、そういう楽観的な考えもね、持っておくと安心かなと思います。実際僕もですね、プログラミングは仕事であり、趣味でもあります。趣味の一面もあります。ね、大してお金もかけずにね、楽しめる趣味を持っている、持つことができているっていうのは、まあ幸せだなと思うので、まあ、プログラミングの学習を楽しんでいきましょう。というわけで、ここまで動画を見てくださった皆さん、本当にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。